こんばんは、レトロゲーム大好き、はるきまりです。本日は、こちら、悪魔城ドラキュラで遊んでいこうと思います。本日遊ぶのは、スーパーファミコンの、悪魔城ドラキュラですね。で、いろんなね、悪魔城ドラキュラはいろんな、ゲーム機の方で発売されていて、いろいろシリーズもありますけれども、こちらの、スファミの悪魔城ドラキュラの方は、1991年かなに、発売になっているものになります。名作ですよね。さあ、いざ、行きましょう。はい、で、ジャンプ、ムーン、ピッチ、オッケー。で、この悪魔城ドラキュラなんですけれども、基本的にはこうやってムチでね、パシパシ戦っていくと。で、一応サブアイテムなんかもね、あるんですけど、それは、上のね、四角に出てくるので、また出てきたらご説明します。なんとなくですけど、あれに似てるよね。ダブルドラゴンに。ちょっと似てる感じかなぁと私は思うんですけどね。似てるよね。ちょっと待って、めっちゃ下手。どうしたどうした、びっくりしちゃった今。謎のためがあったね今。はい。こうやって、まあこのろうそくのアイテムは別にね、全部取んなくてもいいんですけど、まあ、時間を見ながらって感じだね。重要なアイテムのやつ、時は取っていこうかなと。思います。あ、コウモリやだね。っていうぐらいかな。よいしょ。あ、コウモリやだな。やだなと思ったら出てくるじゃん。はい、こんな感じですね。サクサク進んでいきましょう。で、ステージは、今ここが1の2かな？なんですけど、それぞれ3面ずつ6ステージ、合計、18ステージかな、あるような感じですね。なんかちょっと下手くそになってますね。ショックだわ。よいしょ。ちょっとタイミングを見て。よいしょ。はい。今、ブーメランみたいなやつが、サブアイテムですね。まだでも使うタイミング、よい。使うタイミングじゃないかなと思うんだよな。なんかすごい無駄なあれだね。攻撃を食らってるね、私。こっちはあんまりなんですけどね。一応行っていきましょう。まだ時間余裕あるしね。ほい。悪魔城ドラキュラは、まあ、名作、アクションゲームの名作ですし、この音楽がいいですよね。音楽が結構私は好きですね。よいしょ。よいしょ。ほい。こいつは出てきたら倒す。あれ。はい。で、よ、ジャンプ。いいね。お肉、今のお肉で体力回復ですね。なんか順調でございますね。この辺はそんな難しくないからあれかな。まあ一面はサクサクとクリアできるはず。よだと思うんだ。ちょっともうすでに食らってる私が言うのもあれですけどね、ノーミスで行きたかったけど、まあしょうがないでしょう。よいしょ。よし。あ、で、こいつは上でやっつけてもいいんだけど、なんかたまにうまく当たらなかったりするので、こんな感じでやるか。で、この後のね、これはいいんだけど、馬がちょっとめんどくさいんですよね。めんどくさくないんだけど、気持ち悪い。気持ち悪いのが嫌。
あ、ちょっと惜しかったな。こんなの、またね、これ戻るんですけど、その時にまたあのね、馬が一体追っかけてくるんですよ。それが嫌でね。でも、こうやって後ろを一回なんか通り過ぎてから、また押すとそんなに、苦労せず倒せるというのをね、私はもう知っている。はい。残り、あ、こっからはちょっと首が出てきます。首っていうか、メデューサが出てきて、まあ、こいつは、倒さなくてもいいんだけど、ちょっとめんどくさいので、当たらないようにするか倒すかですね。倒した方がいいよね。やだもん。気持ち悪いから。もういないかな。はい。あ、探検ね。これがサブアイテムってやつですね。ちょっと、ボス戦の時に使おうかな。あ、ここでね、回転のやつに、ぼーっとしてると落ちちゃうんでね。気をつけてください。私落ちたことがあります。ぼーっとしてたら、落ちちゃうんだもん、急に。びっくりしちゃうよ。あ、びっくりした。ジャンプじゃないのか。ちょっと今一瞬なんか飛べなくてめっちゃ焦ってた自分で。はい、お肉ゲット。で、ボス戦です。早っ。でね、探検はこんな感じ。ほい、ちょっと、なんか下手だな。早っ。死ぬの早っ。めっちゃ強いじゃん。探検めっちゃ強いじゃん。で、あ、ごめんなかった。ちょっと一瞬だった。一瞬でしたね。まあ、これでゴールです。はい。一面クリアですね。いやー、ここがかっこいいよね。さあ、二面でございます。